こんにちは。こんにちは。月デビスクワガです。月ママです。月です。よろしくお願いします。本日は、はい、こちら。じゃーん。無印良品で月に夏物のアイテムとソックスを購入してきたので、はい、商品紹介とコーディネートをご紹介したいと思います。もう今までも無印何回かご紹介してるんですけども、はい、安くて、はい、品質も良くて、うん、何回も購入してますよね。うんうんうん、そうなんですよ。僕らは結構ユニクロとかザラ買うことが多いですけども、月はユニクロ、ザラ、H&M とか無印で言うと無印が一番多分持ってるの多いですよね。うん、多いかもです。ね、うん、すごいコスパがいいんですよね。値段の割に丈夫だしという点で選ぶことが多いかな。うん、とシンプルな落ち着いたデザイン多いですね。うん、子供はもう日々成長するんで毎シーズン新しいサイズ購入していかないといけないんですけど、そうそう、次も着れるようにって大きめサイズ購入したりするんですけど、結局毎シーズン買ってますよね、うんうん、しょうがないということで、ちょっと大きくなったので、うん、新しい夏物購入してきたのでご紹介したいと思います。イエーイ。で、今回購入したアイテムはこちらです。じゃーん。インド綿展示カーミ半袖 T シャツです。価格が消費税込みで490円です。カラーがオフホワイトを購入しました。サイズは100センチです。素材はオーガニックコットン 100% です。カラー展開が全部で3色展開で、オフホワイトとネイビーブルーとネイビーで3色になります。サイズが80、90、100センチ、この3サイズとなってます。はい、はい、一応この上にはキッズサイズがあって、キッズサイズはまた同じもので110センチから150センチまであるそうです。またキッズになるとカラー展開が違うカラーがあったりするみたいなんですけども、シルエットは通常の本当オーソドックスなクルーネック T シャツになってます。はい、では何より素材ですね。この無印のオーガニックコットンで本当滑らかで柔らかい素材なんですよね。うん、もう本当無印といえばオーガニックコットンって感じですよね。うんうん、多いですよね。うん、ほとんどそうだと思う。今でこそザラとかユニクロも多くなってきましたけど、うんうん、無印は結構前からオーガニックコットンを使用してますよね。うん、素材が近くで見るとこういった感じです。割とちゃんとしっかりしたコットンになってます。この目が詰まってて490円とは思えない素材感になってます。すごい軽やかで柔らかい素材です。ディティールなんですけども、首元がこういった感じです。とてもしっかりした作りになってます。以前も T シャツご紹介したんですけども、1年とか使ってみて伸びないんですよね、月ママ。そうそう、なので全然、去年80サイズを購入してるんですけど、うん、全然今でも着れるんですよ。お、見た目も綺麗だし、うん、あの多少のね、まあ、洗濯よれみたいなのはあるんですけど、うん、でも全然着れます、普通に。うん、なのでかなり洗濯機回しても丈夫です。安いやつ買うとダランとなりますもんね。そう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 。それはこういった感じです。ちょっと短めかな、まあ、子供にしたらこんなもんか。うん、今でもなんかドロップショルダーとかも出てるそうで、無印、うん、子供用の、うんうん、そっちもとても気になるんですけども、うん、裾がこういった感じです。後ろはもうほんとシンプルなデザインです。それではついでに購入したソックスもちょっとご紹介したいと思います。はい、続いてソックスがこちらです。じゃーん。足乗り直角、足のサイズに合わせてくれるスニーカーイン靴下です。価格が290円で、ただ2点で購入すると490円になります。はい、カラーはオフホワイトを購入しました。はい、サイズは15から19センチというサイズです。はい、一応色違いでちょっとグレーっぽい感じとか淡いブルーとかもあります。今回は白と黒を1点ずつ購入しました。はい、一応サイズ違いで、その上が19センチから23センチみたいな、さらに大きいサイズもあります。逆にこれより小さいサイズもあります。もう昔からある無印の定番系のソックスになります。夏用に浅めのソックスを購入しました。素材はポリエステル 56%、 綿が 34% になってます。こちらも綿はオーガニックコットンを使用してて、機能性として汗の匂いを抑える効果がある糸を使用しているそうです。とこのタグにも書いてあるんですけども、口ゴムの内側にお名前を書ける欄がありますとあるんですけども、このゴムの内側が白くなってて、この部分に、名前を記入することができます。すごいね、それね。これ保育園とかいいですよね。てかベビーのやつにもそうなってたんだけど、うん、タグよく読んでなかったから、それがそういう機能って知らなかったです多分知らない人多いんじゃないかな白はもうそのまま真っ白なんでちょっと分かりにくいんですけどもちゃんと名前書くとこはつるんとしてます。素材が名前書きやすいようになってますね。ということで T シャツとソックスと持ってるパンツと合わせて夏のコーディネートをしてみたいと思います。はい、月が今1歳10ヶ月で、はい、今回の無印の半袖 T シャツの100センチを着用してます。はい、ちなみにデニムは以前ご紹介したザラのデニムパンツと、はい、
あとシューズはこちらも以前ご紹介したバンズのオールドスクールの15センチを着用してます。はい、かわいい。めっちゃかわいいね。やっぱこの身長でこのサイズだとちょっとゆったりめって感じですよね。うんうん、でもいいんですよ。あのすぐお腹が出ちゃうので、あのインスタイルをすることは結構多いと思うんですよ。なのでギリギリのサイズだとすぐお腹見えちゃうので、もうこれぐらいのサイズ感だったら見た目にも全然大きくないので、もうインしてあげて、あのお腹で見にくくなるのでいいと思います。はい、半袖Tシャツはワンサイズ、大きいサイズ買うぐらいがいいかもしれないですね。と思います。で靴下がだいたいくるぶしが隠れるぐらいですね。はい、でかかとの部分が少し分厚くなってるんですよね。でも一個だけ、無印のソックス毎年結構買うんですけど、ちょっと毛玉になりやすい。あの多分洗い方が間違ってるのかもしれないんですけども、私は普通に洗濯機でネットに入れてガンガン回しちゃうので、まあ、どうしてもやっぱ毛玉になっちゃうので、結構しかも早めになんですよ。なのでまあ安いからいいんですけどね、一足290円なんで、しかもまとめて買ったらお買い得なのでいいんですけど、まあ、そこがねちょっとネックかなと思います。 T シャツをねでも全然本当次のシーズンも着れるぐらいしっかり丈夫なんで、はい、このコーディネートだとそのままスケボーね、そうそうそう、スケーター系のファッションみたいな。ほんとほんと、ユニセックスですよね。うん、女の子だけど、このまま男の子でもいいですし、こういうのにキャップかぶってもいいんですけど、あえてちょっと髪の毛は女の子らしくして、スタイルはボーイッシュな感じで、ちょっとバッグ持たせてもいいし、いい感じです ね。ストリート系で着てるんだと、ほんとまさにこうラフな雰囲気で、僕もこれ前回ご紹介したんですけど、ムジラボのオーバーシルエットの T シャツなんですけども、大人もオーバーサイズずっとトレンドなので、ね、子供も合わせてゆったり着てるいいんじゃないかなと思います。何より490円はいいよね。490円でこの無地 T はいいですよね。いいよね。白なのでやっぱ敬遠されるもの多いと思うんですよ。どうしてもやっぱ汚れが目立つし、取れにくいし、でも490円だったらもうそのシーズンもう着倒すみたいな感じで全然着れる金額なので、価格コスパがいいと思います。ジャブジャブ洗ってもよれにくいですし、うん、濃い色もまた追加購入したいと思います。と、うん、いうことで、定期的にキッズファッション、ウィメンズファッション、メンズファッション、ファッションニュースなどをお伝えしてますので、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。